那須野が、エンハーモニーホールは、栃木県大田原市にある、大田原市立及び、那須塩原市立のコンサートホールである。ホールの管理に関する事務は、大田原市が行い、運営は指定管理者制度により、公益財団法人那須野が原文化振興財団が行っている。1994年、大田原市と旧西なすの町が、全国初の自治体共同文化会館として、 落成、開館した。同ホールは、両市町の境界付近に建設され、敷地の大部分は大田原市であるが、西側部分は旧西那須野町となっている。小ホール部分は休憩をしており、全体的にモダンな設計になっている。陶器は、ホール全体にイルミネーションが施される。音楽家のコンサートのほか、落語家の公演、講演会、演劇の上演なども行われ、 地元中学、高校の学校行事、さらには結婚式や展示会にもたびたび利用される。有料ホール100選に選ばれている。館内には大、小、交流ホールがある。詳細は以下の通り。さらに、広さ約533平方メートルの第一ギャラリーと、広さ約250平方メートルの第二ギャラリーも完備してある。 ホール主催公演に関しては、公演中は子供を宅児室に預けることも可能である。右に小ホールロビー、左に事務室、受付、喫茶店ハーモニーホールともの会に入会すると会員証が発行され、ホール主催事業のチケットの割引やチラシの郵送などの特典がある。2013年大ホールに国内初となるフランス式のパイプオルガンが完成した。 パイプオルガンを設置するため募金が行われ、1万円以上寄付者の名前がオルガン裏面に刻印されている。なすのがゲンハーモニーホールの設置及び管理に関する条例。なすのがゲンハーモニーホール条例。パイプオルガン完成記念コンサート2000人なすのがゲンハーモニーホール。下付新聞。 http://www.shimotsuke.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ t o c h i g i スラッシュリージョンスラッシュニューススラッシュ20131210スラッシュ14388862013年12月10日閲覧ありがとうございます。